おー、出た。今回はカメでナマズを狙います。これはランカーハントというメーカーのプロップタートルっていうルアー。ボディはこう柔らかい素材でフロッグみたいな感じ。足が水を受けてくるくる回るような作りだね。サベージアのアヒルと足の構造は同じ。やってくか。お、いいね、いい泳ぎするわ。この間のアヒルよりただ巻きで両足がちゃんと泳ぐ。急に TikTok ライブやりたい気分になったからライブ配信してたんですけど、ライギョ1匹とナマズ2匹釣れました。縦画面で見づらいと思うんですけど差し込んでおきます。あ、ライギョ、ライギョだ。マジか。落ちパク。マジか、さっき通してた。びっくりした。おうおうおう、あ、胃袋に刺すって。よいしょ。今年は胃袋フッキングが多いな。さっき一回通したとは思えない食い方だった。落ちパク。濁りが入ってるおかげで活性高いね。ありがとう、バイバイ。うわ、もうここは裂けちゃってる。まだ合計4匹しか釣ってないのに。お、出た。うー、まだ出るね。一回通したのに。お、出た。う、もう穴が開いてシンキングになっちゃってるわ。お、来た来た。うわ、かからない。くっくっ。うわ、ダメか。来た。さあ、わあ、おとなしバイト。話してる。くっ、くった。よし、まった。せーの、よいしょ。あれ、え、やば、本体吹っ飛んだ。早く逃がして回収しないと。ありがとう、急いでるんだ、ごめんよ、バイバイ。よし、亀一匹キャッチ。この頭の方まで裂けて取れちゃったみたい。もう無理じゃん、使えないじゃん。なぜか今日ナマズルアー全部家に置いてきちゃったんだよな。ナマズルアーなかったんでソルト用のペンシルでやってきます。フガチョフコブラの90かな。来た来た。うわ、ちっちゃい。あれだだだ、スレか。おおおお、いや、口にかかってるか。せーの、よいしょ。かわいいサイズ。若干かかり悪いか。ありがとう、バイバーイ。お、いたいたいた。落ち込みで待ってた。探してるね。来た。くっ。あれ、初場所に来ました。新規開拓。次はポポペン 95F でやってきます。あ、こういう新規開拓のコツは鯉を見つけること。鯉が入ってこれるような水路は大体ナマズも入ってこれる。お、反応した。ん、ナマズじゃないか。どっちだ、鯉か。お、いた。くっ。あー、やっぱさっきのナマズだったね。言った通りちゃんとナマズいたわ。お、いたいた。あー、あれ、ちゃんと持ってったのに。もう一丁。何か。あ、来た。くっ。くっ。よーし、乗った。せーの。よいしょ。綺麗なナマズ。ツヤツヤ。今日6匹目かな。腹ボテボテだね。ありがとう。
バイバイ。今釣れたのがそこなんだけど、流れ込みとシェード2つの釣れる要素が重なってるから激アツ。そういうところにはついてること多い。お、出た。うやば、かかんない。うわ、見切った。なんでトカゲに気づいて見切られるのかな。流れてる。いないか。あ、いた。え、ハンドル滑っちゃった。もういっちょ。きた。食った。あれ、ちゃんと加えたのに。お、いた。食え。持ってる。食った。よし、また。せーの、よいしょ。お腹紐みたいので圧迫されてたのかな。なんかへこんじゃってる。ありがとう。バイバイ。お、出た。うわ、もっちょ針触れちゃったな。あ、出る。さあ、よし、乗った。せーの、よいしょ。外がかりで危ない危ない。サイズそんなないけど、めっちゃいい出方と引きだった。ここに黒い斑点がある。なんだろう。ありがとう。バイバイ。ポポペンめっちゃ釣れるわ。スライドアクションじゃなくてちょっと潜るようなアクションだから、スイッチ入るのと食い込みがいいね。あ、離した。よし、乗った。開いた。食え食え。まだ追ってる。あ、擦れた。頭にかかっちゃった。あー、ごめん。お、オッケー、外れた。お、来た。食え。食った。あれ、お、追ってる追ってる。食った。おとなしバイト。あら、バレた。すごい活性高いわ。お、もう一回出た。うわぁ、まずそっちのクリアな水路にいるわ。食うかな。あ、食った。あ、うわぁ、やっぱいたわ。うわぁ、いいバイトだった。うぅ、出た。やば。よいしょ。そんなサイズはないか。気持ちいいもの。外がかりで危ない。シーバスキャッチ。尻尾怪我してるわ。ありがとう。うん、バイバイ。最後にシーバス連れてくれて嬉しいわ。今日は3魚種だから珍しく多魚種なんじゃないかな。今回はこれで終わります。それでは。